俺の世界では考えつかないところがある。で俺流チャンネルとかなんかっていう、まあ、そのノートは見たことはないんだけども、宮中に山張ってその確率のパーセンテージで追っかけていくっていうその打法のスタイルだったんだろうと思うけども、話しちゃうときに、オチはお前どうするんだって、俺はまっすぐしか待たないよ、変化球はどうするんだって、変化球はスピードが遅くなるんだから、いかにでも対応できるよって、それはお前だからできるんだって言われたけどね、うん、普通のバッターは、この何球目には何が来て、何球目には何が来てっていう、そうやって山張っていくっていうバッターが多いよっていう。俺はそういうバッターだったっていうことは言ってた。で、今のバッターっては 何を考えながら打席に入ってるのかなっていうのは、ちょっと俺の世界では考えつかないところがある。で、初球からフォークボールのクソボール来て、お前何待ってたんだって、フォーク待ってましたっていうような選手いるわけで、普通初球からフォークは待たないだろうって。それがピッチャーの攻め方も変わってきたっていうことはあるにしてもね、自分で何が一番得意とするボールなのかっていうことが各バッターに意識がないんじゃないのかな。